理雑学。今回は巡洋型航空母艦一番艦巡洋の総集編をお送りするのだ。巡洋は有事の空母改造を前提に1939年昭和14年3月から三菱中崎造船所で建造中だった日本郵船の橿原丸旧貨客船一番船橿原丸を空母へ改装した艦船である。大型高速客船を有事に際し空母に改造する発想はイギリスからもたらされた。当時のイギリスが保有する150隻以上の1万トン以上大型客船は有事に際し兵員輸送船や特設巡洋艦に転用できるため列強特にアメリカから重大な脅威とみなされていた。アメリカを仮想敵とした場合に求められたのは兵員輸送力ではなく洋上決戦を挑むための航空戦力とそれを運用する航空母艦だったからである。1939年昭和14年3月20日橿原丸は三菱重工業中崎造船所において寄港。完成した場合には 27,700 トン最大発揮速力 25.5 ノット航海速力24ノット旅客定員890名という太平洋航路最大級の客船となるはずだった。だが機関部や客室部分など設計段階から空母に改造することを前提とした構造となっていた。また当時の中崎造船所は橿原丸の隣の仙台で大和型戦艦2番艦武蔵を建造中である。1938年3月29日起工。1940年昭和15年11月1日武蔵は橿原丸より一足先に浸水した。だが武蔵浸水後の造船台は依然としてすだれで隠されたままで長崎の住民は武蔵はもう一隻いると噂していた。造船所の火災で橿原丸の姿がすだれ越しに浮かび上がると住民たちは造船を第二の武蔵と錯覚した。橿原丸は昭和17年1月の竣工を予定していた。1941年昭和16年1月21日日本海軍は橿原丸を買収する。日本海軍は橿原丸の空母改造に着手した。6月24日川崎重工業神戸造船所で出雲丸日曜が浸水。6月26日三菱中崎造船所で橿原丸巡洋が浸水した。10月6日長崎海軍監督官事務所の巡洋義装員事務所は事務を開始する。12月8日日本とアメリカは太平洋戦争に突入する。1942年昭和17年3月下旬大船2号艦巡洋の諸行使実施を命じる。4月6日巡洋義装員事務所を艦内に移転する。当日より駆逐艦クレテケ第13駆逐隊に護衛され佐世保から呉に開港されることになった。大船2号艦巡洋は九州沿岸を航海諸試験を実施した。4月下旬長崎から呉に移動する。1942年昭和17年5月3日大船2号艦巡洋は竣工特設航空母艦巡洋として呉鎮守府所管。この時点では特設航空母艦特設艦船であるためまだ艦首の菊御紋章がついていなかった。巡洋派竣工と同日付で第四航空船隊に編入された。四航船は軽空母2隻遊女商法で編成されていたが商法は5月7日の三母海海戦で沈没していた。巡洋は内海西部で訓練に従事したが艦飛行機隊とも訓練期間が極めて短かった。5月19日巡洋は基地航空対応の零式艦上戦闘機12機を搭載した。5月20日付で4航船遊女巡洋第4戦隊第2小隊マヤ高尾第一水雷戦隊機関阿武隈第六駆逐隊響き暁雷
稲妻第21駆逐隊若葉初霜根の日初春第7駆逐隊牛尾明けぼのさざ波は北方部隊に編入された。巡洋は第2機動部隊に所属し4航線龍城巡洋中巡洋艦2隻マヤ高尾駆逐艦3隻牛尾明けぼのさざ波補給船帝陽丸とともにアリューシャン方面作戦に参加する。5月22日各隊4戦隊21区4航線6区早稲戸内海を出撃後下関海峡を通過し訓練を実施しながら日本海を北上する。5月25日大港到着翌日第2機動部隊4航線第4戦隊第7駆逐隊帝陽丸は大港から仙台湾へ移動。ダッチハーバーウナラスカ島に向かった。6月3日ダッチハーバーや同方面所在の小型艦艇に対し空襲を行う。第1次攻撃隊友情艦艦14艦船3巡洋艦爆15艦船13第2次攻撃隊艦艦14艦爆15艦船12水上偵察機4だが天候不良に加え少数兵力のため大きな戦果を上げることができなかった。推定位置喪失推定位置を回収後放棄。6月5日ミッドウェー海戦で南雲機動部隊の主力空母4隻赤城加賀総流飛龍が沈没した。並行して実施されていたミッドウェー海戦の敗北報告を受けた角田司令官はダッチハーバーへの第3次攻撃艦艦9艦爆11艦船11を実施してからミッドウェー方面に向かうことを決定。天候悪化により巡洋艦爆1機が行方不明となった。友情所属の冷戦が不時着しアメリカ軍に露獲されたのもこの作戦中の出来事だった。アクタンゼロ同方面行動中巡洋は雲間より出現した PBY カタリナ飛行艇に雷撃されるが東海地が巡洋に近すぎたため魚雷は飛行甲板を越えて反対船旗に落下。その後 PBY は高尾に撃墜されたという。また索敵行動中軽空母の龍城4航線機関の航空燃料が不足したため龍城艦載機を巡洋に着艦させて補給することになったという。6月14日攻略部隊に所属していた空母瑞鳳第3戦隊第1小隊比叡金剛等が北方部隊に合流した。巡洋駆逐艦から総流の搭乗員を受け入れたという。また本土からも空母瑞鶴が出撃し6月23日に大港で4航線と合流した。17日付で北方部隊指揮官第5艦隊司令長官が発令した第2軍体区分の主要兵力は支隊那智支援部隊第1支援隊比叡利根千曲第2支援隊妙高羽黒木曽玉阿武隈駆逐隊1第2機動部隊第1空襲部隊龍城巡洋高尾第2空襲部隊瑞鶴瑞鳳マヤというものだった。作戦行動中巡洋は機関故障を起こす。6月24日巡洋は大港に到着。29日駆逐艦暁第6駆逐隊に護衛されて大港を出発下関海峡を通過し7月3日に呉へ帰投した。当日巡洋は機動部隊に復帰した。7月14日巡洋は軍艦籍に加入し軍艦巡洋と命名された。本籍は呉鎮守府。当日付で第2航空戦隊に編入される。7月31日同系艦の費用出雲丸が竣工する。軍艦籍に加入した空母3隻巡洋費用友情は再編成された第2航空戦隊に所属し第3艦隊の構成艦として出撃準備を行う。
当時の二光線搭載機数、商用機、保養機合計は巡洋と費用派1隻当たり艦船21、艦爆18、艦航級、遊城は艦船24、艦航級である。8月7日、アメリカ軍のガダルカナル島とフロリダ諸島への上陸を契機にガダルカナル島の戦いが始まった。8月12日、二航線機関は費用に移った。この時、第一航空戦隊の空母随砲は練度不足と判断された。そのため随砲の代官として龍城が第一航空戦隊昇格、随閣に編入され、ソロモン諸島へ進出した。龍城は8月24日の第二次ソロモン海戦で撃沈された。10月4日、第二航空戦隊機用巡洋と駆逐艦2隻、第6駆逐隊稲妻、第19駆逐隊磯波、和内地を出発。9日、トラック白地へ進出した。10月11日、二航線はトラック白地を出撃。ガダルカナル島アメリカ軍ヘンダーソン飛行場への日本陸軍総攻撃。10月24、25日予定、二航をすべく日本海軍は空母機動部隊、水雷戦隊、軽巡ゆら、駆逐艦秋月、村雨、春雨、夕立、さみだれ、暁、いかづち、白露等を派遣する。ところが10月20日、費用、二航線機関の機関室で火災が発生。費用は戦闘航海不能となり、トラックへ撤退した。二航線関係者は巡洋に移動。巡洋派二航線機関となり、費用艦載機の一部を臨時編入した。10月26日、巡洋は第一航空戦隊昇格、随閣、随砲とともに米艦隊第11任務部隊、第16任務部隊、第64任務部隊と交戦する。空母ホーネット撃沈とエンタープライズ撃退に貢献したが、多くの航空機と熟練搭乗員を失った。第一航空戦隊昇格、随閣、随砲は損傷の修理と航空隊補充のため随時内地へ開港され、トラック白地に残る作戦行動可能な空母は巡洋一隻となった。10月29日、対潜哨戒中の巡洋搭載機はアメリカ潜水艦プランジャーを発見し爆撃した。11月9日、巡洋、二航線はトラック白地を出撃した。11月12日以降の第3次ソロモン海戦では、第1野戦で行動不能となった低進艦隊機関飛影と護衛駆逐艦、第16駆逐隊雪風、第61駆逐隊照月、第27駆逐隊しぐれ、白露、夕暮れを援護する必要が生じ、巡洋派零式艦上戦闘機を派遣する。だが数機単位でしかなく、ヘンダーソン基地から次々に飛来する F4F ワイルドキャット戦闘機と交戦して身を守るのがやっとだった。 B17 爆撃機や TBF アベンジャー雷撃機の波状攻撃を受けた飛影はアイアンボトムサウンドに沈んだ。ヘンダーソン基地に対する艦砲射撃は中止。ガダルカナル島へ向かう増援部隊輸送船団も大損害を受け、日本海軍はガダルカナル島をめぐる決定的な戦闘に敗北した。11月18日、巡洋はトラック白地に帰投。1943年、昭和18年1月、ウェワクへの陸軍部隊の輸送、K1 号輸送の際に、巡洋の搭載機は対潜対空警戒に従事することになった。1月15日、巡洋は駆逐艦2隻、朝雲、さみだれとともにトラックを出港した。17日にウェワクに零戦23機、艦砲6機を進出させて反転。19日にトラックに戻った。この輸送作戦中に、ウェワクへ巡洋基地要員と陸兵を輸送していた春雨がアメリカの潜水艦ワフーに雷撃されて大破。船体断裂により復帰に1年弱を要する損害を受けている。
巡洋の飛行機体はウェワクでの活動中 B-24 を6機撃墜、3機撃破を報じ、25日にカビエン経由で冷戦14機、観光6機がトラックに戻った。1月下旬、日本海軍はガダルカナル島からの撤退作戦、ケボー作戦を実施した。これを支援すべく機関アタゴイカ従順4隻、第4戦隊、アタゴ、タカオ、第5戦隊、ハグロ、妙高、戦艦2隻、金剛、春名、低巡洋艦3隻、長良、神通、阿賀野、空母2隻、巡洋、瑞鳳、駆逐艦複数隻、第9駆逐隊、朝雲、第2駆逐隊、サミダレ、第27駆逐隊、しぐれ、第15駆逐隊、かげろう、第31駆逐隊、大波、第19駆逐隊、しきなみ、は1月31日にトラック白地を出撃した。2月3日、駆逐艦2隻、朝雲、サミダレ、バケボー作戦実施部隊に回されショートランド白地へ向かう。支援艦隊はアメリカ軍機動部隊出現に備えて待機したが、降戦の機会はなく、各艦、各隊とも2月9日前後にトラックへ帰投した。2月15日、第3戦隊、金剛、春名、空母2隻、巡洋、中洋、水蒸気母艦日進、従順2隻、鳥海、利根、駆逐艦部隊、第27駆逐隊、しぐれ、第31駆逐隊、大波、第15駆逐隊、黒潮、かげろう、第4駆逐隊、嵐、はトラック白地を出港するが、悪天候のため航空隊を収容できず、3隻、巡洋、かげろう、黒潮のみトラックへ引き返した。2月16日、改めて15区2隻、かげろう、黒潮と共に内地へ向かった。豊後スリ道を通過し、2月22日に呉分港へ到着。3月22日、二航船、巡洋、日洋、第8戦隊、利根、千曲、駆逐艦部隊、第61駆逐隊、鈴月、初月、第27駆逐隊、夕暮れ、第15駆逐隊、かげろうは大分県佐伯市を出港した。27、28日、トラック白地に到着。1943年、昭和18年、3月から4月にかけて、二航船は巡洋と分かれて航空隊のみ地上基地から囲合作戦に参加する。4月18日、囲合作戦作戦後の視察に来ていた山本五十六連合艦隊司令長官が海軍工事件で戦死した。連合艦隊機関武蔵は山本長官の遺骨を乗せて日本に帰投することになり、起用は武蔵以下各艦と共に内地に帰投した。トラック白地に残った巡洋では、航空隊と基地要員をルオット島へ派遣することになった。6月16日、低巡神通、第2水雷戦隊機関、特駆艦川風、第24駆逐隊、和基地要要員300名以上、航空魚雷、軍需物資糧食をルオット島へ輸送した。またマーシャル諸島へ派遣していた二航船、巡洋、劉邦、航空隊をラバウルへ転用することになり、第4水雷戦隊2隻、長良、しぐれがその任務に投入された。7月19日、巡洋はトラック白地を出発、駆逐艦谷風護衛。7月25日、呉に到着して翌日より呉海軍工廠に入居した。巡洋は駆逐艦谷風を護衛としてシンガポールやトラック白地への輸送任務に従事した。8月15日、2隻、空母、巡洋、駆逐艦、谷風、和佐駅を出撃。第331海軍航空隊の輸送任務。8月28日、シンガポールに入港。9月4日、当地を出発。9月10日、2隻、巡洋、谷風、は内海西部に戻った。9月11日、連合艦隊のカレイにより日の戸1号輸送部隊、巡洋、木曽、玉、
大波、谷風、泡たまるが編成され、海上機動旅団公使隊を輸送することになった。第1回時は9月15日宇品より定巡2隻ひそ、たま。第2回時は9月18日宇品より輸送船泡たまると駆逐艦大波。第3回時は空母巡洋と駆逐艦谷風が担当する。9月19日2隻巡洋、谷風、和文も水道を通過。9月24日トラック白地に到着した。巡洋が輸送した部隊はトラックにて各艦ひそ、たま、谷風に移乗し、カロリン諸島ポナペにて揚陸した。第一次進出部隊の輸送完了により、定位1号輸送部隊は27日付で解散した。9月29日艦隊、空母、巡洋、定巡、ひそ、たま、駆逐艦、たまなみ、バトラックを出発。10月3日艦隊、巡洋、ひそ、たま、たまなみ、和文も水道に到着。10月5日呉に到着した。10月14日艦隊、空母、巡洋、運用、駆逐艦、玉波、あけぼの、馬佐駅を出撃。10月19日トラック白地に到着する。10月20日 K3 号輸送部隊、機関、山城、航空戦艦、伊勢、平潤、竜田、第32駆逐隊、早波、鈴波、藤波は公使隊第2次進出部隊を輸送してトラック白地へ到着する。この部隊は陸軍兵士2000名以上や各種軍需品を輸送してきたほか、戦艦2隻、山城、伊勢にはトラック白地所在の戦艦3隻、武蔵、長門、武装用の 46cm 砲弾、40cm 砲弾、36cm 砲弾を積載していた。10月28日、小金井一連合艦隊司令長官は巡洋と駆逐艦複数隻、第24駆逐隊、海風、鈴風、第17駆逐隊、谷風、および空母運用と駆逐艦あけぼの、第7駆逐隊、に対し、第11水雷戦隊と合流しての日本本土帰還を命じる。さらに同部隊に従順とね、第8戦隊が合流した。トネは10月16日にタービンの損傷が判明し、内地で本格的に修理する予定であった。10月31日、第11水雷戦隊、伊勢、機関、山城、巡洋、運用、トネ、竜田、海風、鈴風、谷風、あけぼの、バトラック白地を出発。11月5日午前5時、暗号解読により豊後水道近海で日本艦隊を待ち伏せていたアメリカ潜水艦ハリバットが第11水雷戦隊を襲撃。長門型戦艦と昇格型航空母艦とおぼしき目標に対して魚雷攻撃を敢行した。5時35分37分、魚雷1本が巡洋の艦尾に命中。右舷機械室の浸水と火事故障により巡洋は直進不能となった。戦死2名、行方不明2名、重傷者2名、軽傷者14名を報告したが、海に落ちた行方不明2名は谷風に救助された。午前10時頃より巡洋は利根に曳航され、約後6ノットで平井海域を離脱。呉防備戦隊所属の小型艦も巡洋の護衛に従事した。11月6日母港呉へ帰投した。1944年昭和19年巡洋は戦線に復帰。3月上旬、巡洋は第2航空戦隊機関となる。5月11日、戦艦武蔵と空母6隻、第2航空戦隊、巡洋、日洋、UFO、第3航空戦隊、千歳、千代田、瑞宝は駆逐艦、昭島、林も、しぐれ、玉波、道潮、野脇、山雲に護衛されて佐伯を出撃し、タウイタウイに向かった。5
5月16日、武蔵及び第二航空戦隊、第三航空戦隊はタウイタウイへ到着。小沢機動部隊の全空母、一航戦、大砲、昇格、追格、二航戦、春陽、日曜、流砲、三航戦、千代田、千歳、追砲が揃った。春陽は小沢機動部隊、第一機動艦隊、乙部隊、第二航空戦隊、春陽、日曜、流砲、第652海軍航空隊、戦艦長門、中巡洋艦最上、第四駆逐隊、道塩、野脇、山雲、第27駆逐隊、しぐれ、さみだれ、夕雲型、秋霜、早霜、第17駆逐隊、浜風、として参加した。巡洋は第二航空戦隊機関に指定されていたが、これは巡洋の訓練整備不十分のため、司令官が直接指揮するという意図があった。巡洋の搭載機は、米式艦上戦闘機に17、爆戦9機を含む、水星艦上爆撃機9、救急式艦上爆撃機9、天山艦上攻撃機6。6月19日、小沢機動部隊本体の空母大砲はアメリカ潜水艦アルバコアに雷撃され、漏れ出した燃料に引火して爆発、沈没した。空母昇格もアメリカ潜水艦カバラの雷撃により沈没。2隻の炎上と大砲の沈没は第二航空戦隊からも見ることができたという。翌6月20日夕刻、小沢機動部隊は航部隊、乙部隊、前衛部隊、補給部隊が同一海面に集結したところ、アメリカ軍機動部隊艦載機約200に襲撃された。巡洋の煙突に命中した爆弾は艦橋と一体化した煙突を吹き飛ばし、戦死者多数。二航戦司令部2名、652空7名、巡洋の陸民約50名以上を出した。また資金弾6発により飛行甲板が損傷、着艦制動装置も故障して、上空退避させた航空隊を収容することができなくなる。資金弾による被害は他にも生じた。特に艦尾、舵取り機室左舷の空き部屋に石油缶を積み込んでいたため、これに引火して消火に手間取った。本来陸揚げすべき帳簿外の燃料を飛行家が秘密裏に艦内に持ち込んでいたことが6時間にわたる火災の原因となったという。また同日の空襲では被弾直後にアメリカ軍雷撃機体に襲撃されたが、その編隊は長門の主砲対空射撃により撃退され、巡洋は難を逃れた。この戦闘で姉妹艦の飛翔は爆弾1発、魚雷1本が命中して炎上。飛翔は長門による栄光も失敗して沈没した。乗組員は道塩、飛翔艦長、副長収容、浜風等に救助された。飛翔の生存者たちは、巡洋を襲撃した TBF アベンジャー艦砲6機を長門が主砲で撃退した際、4機撃墜。残存した2機が飛翔に目標を変更、1機が同艦に魚雷を命中させたと分析している。6月22日、小沢機動部隊は沖縄の中城湾に撤退。ここで巡洋は浜風、道塩等が救助した飛翔生存者を受け入れる。重傷者は病院船高砂丸に移している。一連の戦闘で第652海軍航空隊の残存戦力、巡洋、UFO 合計は救急式艦上爆撃機8機、21喪失、水星艦上爆撃機5機、6喪失、天山艦上攻撃機3機、12喪失、爆走冷戦5機、22喪失、米式艦上戦闘機12機、41喪失、になっていたという。6月24日、桂島白地に到着。1944年、昭和19年、7月10日、第二航空戦隊は解体された。当日付の編成外により巡洋は第四航空戦隊、伊勢型航空戦艦伊勢、日向、巡洋、流砲、後日編入。第634海軍航空隊に所属する。煙突や飛行甲板など損傷箇所を修理、
12平方センチメートル8連装分身砲と対空機銃を増設装備した並行して艦内の徹底的な不燃化を実施し、食卓、椅子、チェスト、ロッカーなども廃止した。だが、巡洋が搭載すべき所属航空隊は各方面に転用されてしまった。同年10月中旬以降の都市号作戦では、巡洋は航続距離の短い駆逐艦に対する燃料補給船、タンカーとして八代島、周防大島、近くの八島領地に開港されたという。日本海軍機動部隊最後の作戦行動となったレイテ沖海戦に参加した4航船の艦艇は、航空戦艦2隻、伊勢、ヒューガ、であった東海戦で第3航空戦隊、水閣、水砲、千代田、千歳、馬前滅、巡洋の隣で建造された武蔵も沈没した。以降は搭載する航空戦力がなく、残存空母たちは輸送作戦に従事するようになった。空母は格納庫や飛行甲板に大量の物資を詰める上に、通常の輸送船と比較してはるかに高速であり、輸送艦としても適任だったのである。巡洋は大和型戦艦や長戸型戦艦用の主砲弾、酸素魚雷、特殊攻撃挺身用、陸軍兵士約800名、第二挺身連隊を満載する。1944年、昭和19年10月30日、輸送部隊、空母、巡洋、軽巡、基礎、第30駆逐隊、夕月、宇月は、緊急輸送作戦に従事すべく佐世保を出港する。翌日には秋風、第30駆逐隊と合同した。11月1日に台湾馬公市に立ち寄った後、ブルネイに向け移動中の11月3日夜、アメリカ潜水艦ピンタドが巡洋を雷撃した。その魚雷は駆逐艦秋風に命中し、同艦は22時53分に轟沈した。秋風の陸民総員戦士ピンタドは爆雷攻撃を受けて退避し、巡洋は難を逃れた。東海域にはピンタドの他にアメリカ潜水艦複数、シャラオ、アトゥル等が遊翼していたが、これらも巡洋の捕捉に失敗した。11月6日、巡洋輸送部隊はブルネイ到着。第一遊撃部隊、ヤマト、ナガト、コンゴ、ハルナ島と合流。巡洋は大和型戦艦用の46センチメートル砲弾、94式40センチメートル砲を供給した。8日未明には第一遊撃部隊に引き続いてブルネイを出港。第一遊撃部隊と分離後、輸送艦隊、巡洋、トネ、ヒソ、ウズキ、ユウズキは10日夕刻にフィリピンのマニラに到着した。挺身第3連隊はマニラで下艦した。ヒソは同日付で第5艦隊、第1水雷戦隊に編入され、マニラで待機することになり、巡洋隊と分離した。直後の11月13日、ヒソはアメリカ軍機の空襲を受け、マニラ湾で沈没した。大破着艇状態。一方、巡洋隊は12日にマニラを出発。西村艦隊唯一の残存艦しぐれが巡洋に合同していた。15日、アメリカの潜水艦バーブから雷撃されたが、5隻とも無事であった。16日、日本近海で巡洋とトネは護衛艦と分離、各艦母港へ帰投した。11月15日付の編成外で第1機動艦隊、第3艦隊は解体され、巡洋は連合艦隊直属、第一航空戦隊所属となる。11月下旬、巡洋は再度マニラへ緊急物資輸送任務を行うことになった。秋月型駆逐艦2隻の第41駆逐隊、冬月、鈴月、松型駐逐艦マキを護衛として内地を出発した。27日から28日にかけて魔鋼市在泊。11月30日にマニラ到着後、物資揚陸を行い、12月1日に出港。武蔵の生存者200名ほどが日本に戻るため巡洋に便乗した。続いて台湾の魔鋼市に移動。
12月3日に到着、戦艦春名、駆逐艦2隻、霞、初島と合流する。春名はシンガポールで座礁し、18ノット以上を出すと危険な状態にあった。霞、初島は春名と分離して第二水雷戦隊本来の任務へと戻っていった。12月6日、台湾を出港した艦隊、春名、春陽、冬月、鈴月、牧は日本への帰島を急ぐが、もはや本土近海も安全な海域ではなかった。12月9日午前1時30分ごろ、長崎県の野崎沖の目島付近で巡洋隊はアメリカ潜水艦シーデビル、レッドフィッシュ、プライスに同時襲撃された。シーデビルかレッドフィッシュのどちらかが発射した魚雷2本が巡洋の艦首等原柱オーブに命中した。武蔵の生存者をまた沈没するのかと慌てさせた。巡洋の艦首部底部は10メートル近く膨出した。原柱オーブに命中した魚雷により右舷機械室は満水となるが、浸水被害を中央隔壁で食い止めた為佐元機関は無事だった。戦死者19名、浸水被害は約5000トン。右舷に18度傾斜した巡洋は13ノットを発揮、佐世保に向かった。後方の鈴月は巡洋が転覆するのではないかと懸念していたという。なお石塚巻艦長によれば、巻は巡洋に向かう魚雷に意図的に飛来し巡洋を守ったとされる。巻は艦中オーブへの命中は避けられたものの、艦首に飛来して艦首部を喪失、微速前進で長崎港へ帰投している。巻は巡洋の乗組員から大いに感謝されることになった。巡洋の修理は1945年昭和20年3月末までかかった。ドックから出去したものの、船体が修理されたのみで右舷機械室は修理されなかった。そもそも大型艦を作戦に投入する燃料がなかった。4月20日、日本海軍は巡洋を含め残存大型艦を第4予備艦に指定した。再度修理した後に出撃させる計画、戦艦大和と同じく特攻作戦に使われるなどのがあったが、機械室の修理が完了されないまま佐世保港の恵比寿湾に疎開して係留放置され、終戦まで浮き放題となった。8月15日終戦。マストから四方にワイヤーを張り、マットと樹木で偽装した巡洋は一度も空襲を受けなかったとされる。しかし機関室が修復されなかったことで片舷航行しかできず、外洋航行は不可能であったため特別輸送艦には指定されず、11月30日に除籍。1946年昭和21年6月1日解体開始。巡洋の隣では運流型航空母艦の笠木が竣工しないまま解体されている。翌1947年昭和22年8月1日巡洋の解体終了。商船への復帰はならなかったが、太平洋戦争を生き延びた商船改造艦艇の中で最大級の船舶であった。大型商船から空母に改装され、様々な作戦に従事したが、終戦まで生き残った空母巡洋は空母として運用できなくなっても固定砲台となって、最後まで日本を守ってくれた軍艦なのだ。ご視聴ありがとうございますなのだ。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いしますなのだ。